マキシム・コンチェビッチマキシム・コンチェビッチは、ロシア出身の数学者。専門は、数理物理学、大数幾何学、トポロジー。モスクワ大学で数学を学び、ドイツのボン大学で、ドンザ・ギエの指導の下、1992年に、博士号を取得。1998年のアイクムでフィールズ賞を受賞した。現在は、フランスのアイ・ヘイズ教授兼。 ラトガース大学教授。業績に、ウィッテに予想の証明。つまり、量子重力の2つのモデルが等価であることの証明や、位相的場の理論における貢献。結び目理論における、コンツェビッチ普遍量の構成。一般のポアソン多様体の変形量子化、行列型エアリー関数の構成。量子コホモロジー間の定式化、モチーフ的、ガロア群における貢献。 オペラドの再発見、シンプレクティック機化学の非可感化、モチーフ積分、モチーフ速度の創始、安定曲線や、安定写像のモジュライスタックの超限理論への応用、ホモロジカルミラー対称性予想の定義、空ビ合う多様体に対する平坦構造の構成、リジット解析機化学のミラー対称性への応用、ヤコビアン予想を、リクシマー予想に帰着させた。 キュービック計算局面におけるホモロジー的ミラー、対称性予想を解決がある。関数帯上のラングランズ予想の高次元化や、米油予想の高次元化を提唱した。ドリーニュ61歳記念カンファレンスでは、非可感モチーフについて講演した。ありがとうございます。